はね、7人のバラ侍のね、こちらのノーブル社員の方をね、ナベちゃんがね、チェックしていきたいと思いますけどね。今日はね、5月の18日。まあなんとね、愛知県はすでにね、梅雨入りといった感じでね、まあお花の方ね、若干やられてるかなというふうに思いますけどね。まあ今ね、ノーブル社員はね、こういった感じになってますけどね。まあお花の方もね、咲いてきて、つぼみの方もね、まあ今数えたら21個という感じでね。まあ若干ね、房咲きしてくれるんでね、こういう感じですね。中がね、薄い藤色といった感じですかね。うん、非常にね、可愛らしい。まあ9センチ、10センチぐらいのね、まあ中大輪になりますかね。可愛いですね。こういった感じでね。まあ若干雨にね、打たれたんで少し汚れてますけどね。まあそれでもね、綺麗な感じでね、咲いてくれてますね。ノーブルシャインはね、太陽の光が大好きといったことでね、まあ本当はね、南側の方にね、置きたかったんですけど、まあ半日日が当たる場所にね、置いてます。まあやはりね、太陽の光が足りないということでね、つぼみの方がね、ポトポト落ちる現象がありますね。もっとね、つぼみあったんですけどね、まあ、残念ながらね、つぼみの方がポチポチ落ちてしまうといった感じになってるんでね。まあ、このね、一番花が終わったらね、まあ、南側の方にね、移していこうかなという感じにね、思っております。まあ、葉っぱの方もね、順調に元気元気にね、育ってくれてるんじゃないかなというふうにね、思いますけどね。まあ、まだまだね、つぼみあるんでね、そちらの方開花したらね、また撮影の方したいかなというふうに思いますけどね。まあ、綺麗なね、お花ですね。うん、ノーブルシャイン、素晴らしいと思いますね。うん。綺麗だね。うん。素晴らしいと思いますね。まあ、この調子でいけばね、鍋ちゃんがね、一番じゃないかなというふうにね、思いますけどね。皆さん、どうですか？